オラウス・マグヌスの著作に描かれた魔法使いのホラーが動物の骨に乗り海を渡って旅する様子。ウルは北欧神話の神。狩猟、休術、スキー、血統の神。渋の息子でトールの霧の子にあたり、ユーダリルというところに住む。なお、一位は弓やスキーの材料であり、ルーン文字、エーバズで表される。 デンマーク人の自席にはオレルスという名前で登場する。彼は呪文を刻んだ骨を船とし、海を渡る魔術師とされている。オーティヌスが、ロシアの王女林道を騙して孕ませたことを恥と考えた神々は、オーティヌスを追放し、その名と地位をオレルスに引き継がせ、汚名を進もうとした。彼は10年その地位にあったが、オーティヌスが賄賂で、再び地位を買い戻したために王位を追われた。 その後、スウェーデンに退いたが、デンマーク人に殺された。デンマーク人の自責でウルが追われていった、スウェーデンのウップランドを中心とする地方及び、ノルウェー南東部にウルに由来する地名が多く残されており、かなりの崇拝された神だったようである。地名には、高地や牧草地を意味することの複合語が見られ、これは法上に関連するものと考えられており、元来は、 狩猟や血統にとどまらず、より高い地位にある天空神だったと推定されている。彼の地位の高さを裏付けるものとして、ウルとあらゆる神々の恩寵を受けるという表現がある。また、南の太陽や勝利の神の岩と寝室とウルの腕輪にかけてしばしば誓った通りにという表現もある。自分と同じように弓とスキーを得意とする女巨人のスカジと出会い。 彼女の父が残した館トリムヘイムで一緒に暮らしたという伝承も残されている。スカルド市では、ウルについてのケニングとして、スキーのアース、弓のアース、狩りのアース、盾のアースなどが用いられている。17世紀のアイスランド語の写本、AM73842 より、ウル、ありがとうございます。